外観青山会館はかつて東京青山に所在した文化施設である。皇室中心思想に基づく国民の特性と知識の向上と社会協計を目的として1925年に開館し内部には2000人を収容できる行動を備えていた。運営者は財団法人青山会館。1925年 東京市赤坂区青山南町6丁目30番地に開館した。所在地は国民新聞社社長、徳富祖法の邸宅跡地で、開館は徳富の寄付によって創設された。開館創設の目的は、皇室中心思想に基づく、広告民としての特性と知識の向上と、社会協計で、建物は建築家、岡田慎一郎が設計した近代的なものだった。 建築工事は1923年3月に始まり、同年9月に発生した関東大震災に伴う中断を経て、1924年12月31日に完成した。2000人収容の大行動を備えた青山会館では隠し大会が開催され、1925年11月には英語研究機関、英語教授研究所の第2回大会、 1928年には、徳富祖法自身による文章報告40年祝賀会が行われている。また、1927年6月には、慶応義塾大学と明治大学との間で、ボクシングの第1回、共鳴対抗戦が開催されている。青山会館は、皇室思想の実現を目的に開館しているものの、 他の宗教による利用にも解放されており、1929年1月には、キリスト教会の一つである日本ホーリネス教会による宗教法案反対の信徒大会が開かれているほか、1930年7月には宗教法人、霊友会の発足式がここで行われている。財団法人としての青山会館は、出版事業も行い、1927年には、 西郷隆盛の老い、西郷嗣則による昭和生直近和を出版している。12階建ての大型高級マンション、南青山第一マンション図が1970年12月に竣工した。このマンションには新築寺から入居していた作家、向田邦子をはじめ糸井重里など多くの著名人が居住し、現在でも青山、表参道地区を代表する。 ヴィンテージマンションの一つとなっている。ABC 花屋かなりし、青山海館、青山外苑前今昔、青山外苑前商店街新興組合、ABC 青山海館建築工事概要、岡田新一郎土木建築工事が法第1巻第7号、大正14年8月発行、国民新聞社運動部、石川明編、日本検討遠隔市、第1回、共鳴対抗戦、 検討レコード、吉成社昭和11年10月13日発行 P14 から、5東京都港区南青山5の一の10、有名人ばかりが住む南青山のマンションで、建て替えをめぐり大騒動マニーゲンティ。マネー現代。2002、向田邦子を旅する、向田邦子の東京を歩く2003年11月29日、掲載、平成24年1月1日閲覧。 ありがとうございます。